王女、先日は助かりました。いえ。何か要望はございますか？特に何も。そうですか。うん。王女、お伺いしたか、自力で逃げ出すことができたのではありませんか？そうかもしれません。だが、あなたはそうしなかった。わかりません。いや、過ぎたことはもういいですね。あなた方のそばに置いていただける。内容を聞かなくてもよいのですか？あなたができもしないことを言ってくるとは思えません。ではもう一つだけ、なぜ我々にどう。あの方は私の兄なのでしょう。わかりました。あの、うん、お願いします。いや、え、だがどうでしょう、私はいいえ、すまない、遅れた。体幹の準備は順調か？問題ないが、不在になった聖教の大司教を選定することに難航している。心配するな、その件は肩がつく。任務の話をしよう。はい。ラガーランド貿易港に駐留していた帝国軍が前線を北上させてきたという報告が入りました。リオデール大河を奪われることになると軍事的な脅威は高まります。今から南下すればサウスフィールドのグレープス盆地付近で敵勢とぶつかると思われます。この戦いにはヘーザリアも連れていくことになった。本人たっての希望でな。何？能力は問題ない。成功を持っていることを忘れたか？魔術的な素養はかなりのものだ。わかった。なら俺も引き続き前線に立たせてもらう。王子らしくていいんじゃないか。じゃあ行くぞ。ヘザ、平気か？はい。戦場では我を。おい、リアス。遠慮することで命だ。私は構いません。ヘーザリア王女、我々の目的は戦線の維持と。ここで帝国兵。王女は魔術で。わかりました。
か。いい判断だ。速やかに向かう。造園が確認されそうだな。わかりました。おいおい、移動します。
それはダメだ。お願いします。わかった。わかりました。了解。敵は全滅しま…想像以上だったね。早く戻るぞ。貿易港は取り返さないのか。今セントラルに駐屯している兵力、このまま攻め込んでも無駄だ。我が国の領土を取られたままなの。落ち着けフレダ。リアス、お前は平気…ここまで来て無駄死にしたいのか。ねえリアズ、そうか。うん、気負いすぎて。これから国王になるんだから仕方ないさ。でもなんだか人が変わったみたいで少し嫌だな。前の優しかった。心配しなくても、じきに戻るさ。リアズは大丈夫なの？何のことだ。まるで心の糸が切れてしまいバカな。いや、お前、僕はずっとリアズの味方だよ。帝国の先遣隊を倒した後、戴冠の儀が行われる前に国土を取り戻したいと考えたフレドレッドは、王国の戦力不足を補うために連合と共闘することを決意した。フレドレッドはローテイル連合とつながりのあるイスカリオンに交渉の場を用意するよう命じた。交渉の場は帝国軍の目を逃れるため、サウスフィールドの最南端ケリング半島にて行われることとなった。アンドリアズ、ユーマリタか。ケリング半島調査済みです。調査帝国軍の包囲網に引っ、今回の件むしろ帝国軍を追い出したとして。そんなことは分かっている。どんな影響があるにせ。そうですか。